どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、マジで嫌われるあの一言というテーマで解説していきます。よく人と話していると、この人一言多いんだよなとか、この人ムカつくよなみたいに感じることってあると思います。 というか、嫌いになる人のほとんどって、あなたに対して余計なことを言ってくるとか、嫌味を言ったり、ムカつく態度をとってくる、みたいな人であることがほとんどですよね。ただ、そういう明らかに悪意のある発言って分かりやすいじゃないですか。この言葉が嫌われる原因になっているなって判断しやすいですよね。例えば、うざい、キモいとか、バーカ、カースとかね。だからそういったものですよ。今回話す内容は、 直接的に相手から嫌われる発言って感じのものではなくて、徐々に人間関係のご縁を遠ざけていってしまうような隠れた嫌われ発言について話していきます。内容的にはこの言葉は今すぐ使わないようにしようねってことはもちろんなんですけど、それ以上になぜそれを使わない方がいいのかという点が大事な部分になりますので、ぜひそちらに注目して動画を見てもらえたらと思います。 まず、人が相手を嫌いになるときってどういうタイミングなのかということから考えていきましょう。この点については他の動画でも散々言ってきていることではありますが、人が人を嫌いになるタイミングは、信頼残高がなくなったときなんですね。信頼残高というのは、いわば信頼の貯蓄のことです。あなたもきっと今仲良くしている人って一緒にいると楽だとか、疲れないとか、楽しくてワクワクするとか、 ある程度、その人のことを信頼して、一緒にいたいと思ってると思うんですよね。でも、その仲良くしている人が、急に、自分のものを盗んだとか、暴言ばかり吐くようになったとか、殴ったり蹴ったりするようになったって、なると、どんどんその人との時間が苦痛になっていくと思うんですよね。この時、両者の間では、信頼残高の消費が行われていて、それまで溜まっていた、この人好きだなって感情から、 この人嫌だなという感情がマイナスされていってるわけなんですよ。だから、人を嫌いになる時も、一気にその人が嫌いになるっていうよりは、嫌なことばかり言われたり、何度も何度もバカにされたりして、ある時急に、なんかあの人嫌いかもって自覚する場合が多いと思うんですね。それは、その瞬間に信頼残高がゼロになり、その人のことが嫌だということを認識してしまうからなんですよ。 このように人は徐々にその人への信頼をなくしていって嫌われてしまうわけで、その原因は普段のその人の言動に隠れているということなんです。たまに、どうして私は嫌われてしまったんでしょうかみたいな質問が来るので、それに答えておくとするならば、何かがきっかけで嫌われたっていうよりは、嫌われる言動が積み重なった結果、徐々に信頼がなくなって嫌われていたってことなんですよね。だから、 普段からの自分の考え方とか人との接し方の姿勢の部分に意識を向けていくことが非常に大事で何をするかとかどんな言葉をかけるかとかそういう細かいことは考え方とか人と接する姿勢っていう前提の部分を正しい方向に変化させてから考えればいいんですねで今回話す嫌われる一言なんですけど 今話したような普段の考え方や姿勢がそのまま見えてしまう言葉なんですよ。この発言が出てくる裏には結構危険な思考が隠れているから、絶対にその思考ごと変化させておいた方がいいよってことなんです。では、その一言とは何なのかっていうと、それは面白くないという一言です。もちろん、時と場合によりますよ。 この一言をあるタイミングで使ってしまっている人は周りからの信頼なんだかを消費してしまうよねっていう、まあそういったことなんですよ。で、そのタイミングっていうのが何なのかっていうと、人と会話をしている時ですね。例えば、みんなで話している時に、誰かが場を盛り上げようとして小ぼケを挟んだとするじゃないですか。その時に、その小ぼケに対して、えー、面白くないみたいな発言をしてしまう人ってかなり危険なんですよ。そういうノリでね、いじり合ってるとかなら別ですよ。 素で当たり前のように言っちゃうのは良くないよねってことなんですなぜかっていうとその面白くないって発言の裏には私を楽しませてっていう思考が隠れていることがほとんどだからなんですよつまりゲスト思考になってるってことです逆に言えば面白くないって発言もゲスト思考になっていないなら問題はない っていう風に言ってもよくて、要するにゲスト、つまりもらう側ではなくて、ホスト、与える側の意識で人と接していかないと、どんどん周りからの信頼を落としていくような言動ばかりになっていくわけなんですよ。僕も昔はかなりのゲスト志向で、常に自分が楽しませてほしいとか、自分を認めてほしいってずっと思っていたんですよね。なので、どういう人と付き合うかを決めるときも、基本的にはもう僕が審査員なんですよ。偉そうな立ち位置っていう風に錯覚してしまってね。 あの人はこれをしてくれないから微妙だとか、あの女の子はこういうところが足りないからちょっとなみたいな、いや誰やねんっていうようなね、そんな人の見方をしてしまってたんですよ。今思うとかなり痛い思考なんですけど、こんな風に常に 自分にこの人は何をしてくれるんだろうってことばかり考えてしまっていたんですよね。だから全然周りに人が集まらなかったし、逆に周りからあいつ面白くないよねみたいな、そんなイメージを持たれてしまっていたんですよ。自分がゲストだと思っている人って相手への配慮が限りなく少ないってことです。 これはつまりディズニーランドに行ったのにスタッフが一切働かずに逆にスタッフが私のご飯ってまだすかとか僕たちもアトラクション乗りたいんでちょっとあの機械の管理お願いしますみたいなそんなことを言ってきてるようなものでそんなことをしてくるようなテーマパークなんて二度と行きたくないじゃないですか困っていたら助けてくれるとか楽しませてくれるとかそういったことがあるからこそああまたここ来たいなってディズニーランド来たいなって思うわけじゃないですか 相手が自分に対して何も与えようとしないような場所であれば、誰も足なんかわざわざ運ばないですよね。ゲスト思考の人の周りにはそういう理由で人が集まらないんですよ。自分から奪っていくような人のところにきっと行って行かないじゃないですか。与えてくれるからこそ、あ、この人に自分も何か与えたいなとか思って行くわけですよね。だからゲスト思考の人の周りには集まらないんだよと。だから大事なのは何度も言いますけど、ホスト思考を持つことなんですよ。 常に目の前の人を喜ばせる方法を考えたり楽になって安心できてぬくもりを感じられるようなそんな状態を作っていこうとしたりこのような意識を持って接することであなたの心霊でんだかって日に日に高くなっていくわけなんですよ実際にそれができているかできていないかが問題ではなくてその意識を持っているだけで本当に自分の言葉とかね声、えー、色とかそういうのが変わってくるんですよってことですだから毎日今よりも少しでもいいから ゲスト思考よりもホスト思考の時間を長くする意識を持つってことをやっていきましょう。必ず人との接し方や相手からの自分への反応も激変していくと思います。ぜひ実践してください。ちなみに、こういったゲスト思考とかホスト思考のような考え方、 捉え方の部分を鍛えていくってすごく大切です。多くの人は人間関係で悩んだ時にどうすればいいのかといった技的なね、現実で今何を相手に言えばいいのみたいな、どんな態度で接すればいいのみたいなことしか考えようとしないんですよ。でも、そういう表面的な対処療法みたいな知識っていうのは結局根本的な自分の孤独感とか嫌われる習慣みたいなものを消すことができないんですね。むしろ、こういう風に言えばその時は許してもらえるみたいな表面的な解決法を覚 繰り返してしてまうわけですから結果的に大きなしっぺ返しを食らってしまったりするんですよ周りからいい人に見られる方法なんて世の中には5万とありますでもそういう表面的な人間像って隠しきれるものではないですよねだから芸能人は何度も何度も世の中から叩かれるような事件を起こしてしまうわけじゃないですか必ず根本にあるものと向き合わずに放置していればそれが爆発して問題を大きくしてしまうんですよそうならならいためにもやっぱり 何か問題が起こったタイミングでいち早く自分の根本的な問題と向き合うのが大事で人間関係を悩んでいるならば考え方とか生き方とかそういった部分を直していく方がいいんですね僕のラインコラムでは生き方考え方とか 自分そのものの良さを磨き上げていくっていうことを中心にやっていて悪い部分を否定して隠して新しい自分に生まれ変わるっていうよりはあなた本来の魅力を磨き上げて悪い部分が目立たないくらいいい部分が前面に出てきているようなそんな存在になっていこうってことを伝えています。 もし興味があれば動画説明欄から参加して読めるようになっていますので確認してみてほしいなと思います。ってことで今回の動画ではマジで嫌われるあの一言というテーマでですね解説させていただきました。嫌われる人って相手からの信頼をなくすような言動が癖になってしまっている人でそれがいつの間にか死んで残高を減らし人を遠ざけてしまっているんだよっていう話でしたね。で、その信頼をなくしてしまう考え方としてゲスト思考というものがあり それを自分の中で採用してしまっていると自分ばかりが何かをもらおうとしてしまって相手に与えることをしなくなってしまうんだってことも話しましたそういう考え方を持っている人が無意識に使いやすい一言が面白くないっていう言葉だったのでこの言葉を無意識のうちにゲスト思考で使っていた人は気をつけてもらえたらなと思います少しずつでもいいので自分の生き方レベルで人間関係や仕事そして人生そのものを変えていきましょう ってことで、今回の動画は最後になるんですが、このチャンネルでは自然体で愛される人になっていくために、自分の心にあるメッキを剥がしていく方法を解説しています。人はこれまでの人生の中で偏った考え方や思考の癖、本来の自分とはかけ離れた理想の自分像を知らぬ間に作り上げてしまっています。 そういった心のメッキが悩みや問題マイナスな感情や物事がうまくいかない原因などを作ってしまうものとなっているわけですなのでまずはその心のメッキを剥がしていって自分の心をクリアにしていくことがすごく大事でこれだけで世界の見え方がガラッと変わってどんどん心が明るくなっていくんですね 僕の理想はそうやって心が明るくなった人たちが自然体で周りから愛されながら関わる人たちのことも笑顔にしてあげられるようなそんな世界を作ることで世の中から無駄な批判とか暴言といった人から奪ってしまう存在をできる限り減らしていきたいなと思っているんですよ一人一人が関わる人を笑顔にしていける流れが今より少しでも大きくなっていけば心ない言葉に傷つく人や人を恨んだり傷つけたりする人は必ず減っていきますよね なので僕はこれからも動画をアップして多くの人の心のメッキを剥がしていこうって思ってますもし僕の思いに共感したとか一緒にそんな世界を作りたいなって思っていただけたならチャンネル登録をして僕たちの仲間に加わっていただけたらなと思いますでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうセラでしたありがとうございました